きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ毎年恒例のこの企画、はい、サバイバルポジションです。はい。ね、まあキャンプも、まあ、この動画がいつ出るか分かんないけども、そうですね。あのまあキャンプ前に多分出るんだろうとは思うけども、まあキャンプに向けて開幕までの各チームのね、よく言うのは監督とかが。うん、横一線ですみたいな、はい、嘘こけみたいな横一線なわけないやろみたいないやでもよく言いますよね、やっぱキャンプを見て決めるとか、ね、何が嬉しいんだろうね、うん、そのなんか横一線ですみたいな、嘘こけって言って横一線なわけじゃないやろお前、絶対それと試合出るやろみたいな怪我しない限りみたいな、はい、だからそのまあ各チームの分析をしながら今年はちょっとブラッシュアップして、はい、サバイバルポジションのポジションと選手、はい、それとキャンだからシーズンに向けてそのチームはどういうキャンプを過ごさなきゃいけないのか、こういうところ強化しなきゃいけないよね、でファンの皆さんがキャンプ見に行った時にこういうの注目したらいいですよっていうアドバイス付きです、はい、12回です。あ、1球団ずつやるんですか。やります。おお、はい、今までは2球団ずつでしたけど、そうそう、やっぱね好評なのよ、はい、1球団ずつやってそれを長尺にまとめて聞き流し動画が好評らしいんだよ、はい、トラックの運転手とかの人がそれを聞きながら輸送してるらしい、はい、もうラジオとしてね、そう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 、うん、だからあとはそのこれもあった人でもその職人さんで作業とか料理とかの準備してる時にそれを聞きながらやってるらしい、うん、あーなるほど、そのバックビューだから今までラジオ聞いてたのをそれを聞いてるらしい、はい、そのためにも、うん、そんな10分ごとに止めれたら面倒くさいじゃん、はい、そのためにもね、うん、皆さんの期待に応えて12球団分やります、はい、まずはオープニングチームロッテです、はいはい、まあ、昨年5位ということでね、うん、まあ、今年、うん、あの吉井監督になって、はい、あの本当になんかいきなり吉井さん連絡来たみたいで、はい、いきなりびっくりしたって言ってたらしいね、まあ、それでね一気にこのチームは変わってやっていかなきゃいけない中でね、はい、これはもうねサバイバルポジションはね1ポジションだけなの。でも監督変わるからちょっと使う選手も変わるとかないんですかね。いや、ないない、もうあのほぼほぼ決まってる。だからもうね、うん、キャッチャーはもう松川だね、はい、でファースト井上、はい、セカンド中村、うん、でサード安田、はい、でショートがサバイバルポジション、でレフト荻野、センター高部、ライト山口、 DH ポランコ、うん、多分もうこれもう ほぼほぼこれだと思う。あら、あ、もうあれですか。でなぜなら、はい、そうじゃない選手と今挙げた選手の差がえげつなく開いてる。え、外野は誰でしたっけ。荻野、高部、山口。あ、まあまあそうですね、うん、じゃあね、うん、こんなこと言うとあれだけども、ね、じゃあ高部辞めて岡出しますかみたいなね、はい、あの荻野辞めて菅野出しますかみたいな、うん、なるじゃん。もう佐藤俊也選手とかはどうですか。出るとこないよね。え、だってよ、はい、2割1分4厘で、まあ、8本塁打、はい、うん、打つキャッチャーって言われてもね、はい、もっとだってこれ2割5分ぐらいでホームラン8本だったらいいと思うんだよ。うん、2割1分4厘じゃね、はい、まあ、だいぶ寂しいよね。で松川選手とこう半々とかでもなんかやっぱもう主戦は松川選手って感じなんですかね、うん、だから田村もね、うん、だからまあキャッチャーもサバイバルポジションじゃんって思われがちだけども、はい、まあ、田村がね、うん、FA 次第で残留して、俺は先輩 FA した方が良かったと思うけども、はい、個人的にはね、うん、じゃあなぜならよ、うん、まあ、こんなこと言ってもね、やる前シーズン前から言ってもあれだけど、俺の予想としてはね、はい、もし松川佐藤が怪我しなかったら、うん、田村が試合出るのは30から50、うん、出ても、はい、でスタメンで出ても週1、うん、もし松川とかが打たなかったら劣勢の試合の時に終盤松川に代打が出て最後の789の処理、うん、勝ってても負けてても、うん、みたいな感じの役割になるから、はい、打席数とかめっちゃいくんだから結局は松川佐藤がいての田村なのよ、うん、だ下手したら一軍に入れるかどうかの瀬戸際ぐらいなのよ、はい、ポジション的にはね。でこれなぜなら田村を主戦で使って仮に1位2位争いで強かったら誰も文句言わないけども、万が一田村を主戦場で使って B クラスだったら松川なんで使えへんのやって絶対言うやん。あー、なるほど。ファンの人は、うん、松川育てていこうぜみたいな、うん、去年あんだけ出てで田村出してもお前4位とか5位なんやからもう松川育てて未来のために行こうよみたいな、うん、で先輩言うやん。ファン、もしそれでチームが負けたらそう思われちゃうんですよね。そうだよ、うん、そうってなった時に、うん、
田村を主って考えるって、うん、松川とか佐藤が怪我しない限り俺はもうないと思う普通に考えたら、はい、だから俺は FA した方が良かったんちゃうかって心の中で思ってるけども、うん、まあもう残留をね、うん、残留したのはもう本人のね意思だから、まあ、それはね頑張ってもらいたいけども、はい、でもキャッチャーも そこどうせほぼ主は松川なのよ、うん、ほぼほぼね、はい、でファーストも多分井上なのよもう普通に考えたらね、うん、でブーちゃんがだから去年終盤ね良かったからね、はい、2割4分6厘ホームラン7本ねだから、まあ、怪我もあったからね、うん、元気でできれば、まあ、うまくいくんちゃうかって期待値ね、うん、でセカンドはまあ中村ちゃんね、はい、もうそこはね、うん、でサードはもうそろそろ安田が一本立ちしてくれなきゃ困るっていうところでね、うんはい、まあ去年終盤を打ったからね、うん、もうちょっとカチッとね来ればね、うん、2割6分3厘ホームラン9本だからね、はい、まあここがまあ2割7分ぐらいのホームラン20本ぐらい打ってくれればね、うん、まあ面白い存在になってくるし、はい、でレフト荻野はねもう確定でしょ、うんはい、でセンター高部もねなんかタイトルか首位打者か取りたいって言ってね、うん、あの最多安打か首位打者か、はい、っていうところでもうセンターはほぼ確じゃんね、うん、でライトはもうこれ山口使わないで誰使うんやっていう ね、うん、そうですね一番の期待値あんの山口でしょみたいな、うん、ホームラン打てる、ね、そうそうそう感じになってくるから、ね、だからまあ多分ほぼ確でこれやと思うよ、うん、でショートでサバイバルがね、はい、だからあの友杉をドラフトで取って、うんはい、だ藤岡、はい、小川、うん平沢、うん、福田、うん、茶谷、うん、で勝負だね、はい、もう結構確かにいないですねそこまであの固定この人っていうのがいないだってこの人っていないから毎年勝負ばっかり取ってるわけじゃんそうですね何回も言ってるけどね、うん、もうここがだ逆に言うとね、うん、ショートばっかり取ってるから こんだけいるのよでもじゃあ他で考えた時に、うん、だからロッテのね一番の今年勝たなきゃいけないって考えたときにやらなきゃいけないことはショート以外の今言った名前の選手が全員ベースアップしなきゃいけない、はい、もうだから新しい戦力ってないのよそうですねその友杉かポランコ以外、うんはい、新しいもう既存の去年終盤戦った野手は既存のメンツで頑張んなきゃいけないのよ、うん、っていうことは全員がベースアップしなきゃいけないのよ、はいまあ、荻野のね3割1分ホームランこれはもうねどこもあと年齢も年齢だから、うん、どこまで維持怪我なく維持し続けれるかがね、うん、勝負だしね、はい、で中村翔吾は2割5分7厘は若干低いからねやっぱ2割7、8分、8分ぐらいにね、まあ、上げていきたいなっていうところもあるしね、うん、井上誠也はね、まあ、ここからやっぱホームラン20発ぐらいは打ってもらわなきゃ困らないからベースアップしなきゃいけない、うん、で山口が2割3分7厘ホームラン16本だから、まあ、ホームラン20本ぐらいに上げてやっぱり打率は最低でも2割5、6分は、ねうん、残していきたいで高部はね、まあ、盗塁王を取ったけども、はいまあ、さらにね安打っていうところを2割7分4厘だから、まあ、3割ね、はい、いけるように頑張っていきたいし、うん、で安田はもうちょっとホームランねもう20本ぐらいね、うん、打てるように頑張っていきたい、まあ、これ今言ったやつがベースアップできれば、はい、多分いい形で残れるけどもでもそれができなかった時に替えいないからねだからそのショートいっぱい取ってることによっての、うんはい替えがもし外野ダメになった時にもう藤原なのよ。じゃ藤原どこまで頑張れるのかっていうところもね。でも藤原も出るとこないからね。そうですね。藤原選手はでも本当出てきてほしいっていうこのファンの期待というか。出てきてほしいけど出るとこないのよ。まあ、今ちょっとその3人が硬くなっちゃいましたからね。まあ、硬くなったというか、まあ、そこをもだって山口引っ込めるわけにいかないからね。うん、ってなったら藤原を外野に出して。山口をファーストにしてでも守備井上うまいからねだからもう DH がポランコが山口みたいなあだから結局はなかなかベースアップどこまでできるかっていうところが野手は勝負だけども、うんまあ、ショートはもうこの確かにショート多いですね、うん、だからまあ2軍でいうとね西川とか山本とかね、うん、長距離砲がいい形で来てるけども、まあ、出るところはあんのよ正直どのポジションもサバイバルなんだけどもう言い方悪いよレベルが低い中で固定されてるんだよ、うん、だこれを上げて固定していかないとチーム力が上がってこないから、はいまあ、そこら辺もショートだねもう確実にね、はい、ショート誰が座るかっていうねこの友杉がうまくはまらなかったらまた今年の年末もドラフトでショート取るんちゃうガチャだからあの当たり引くまで引きますよみたいないやでももう1年粘ってほしいですけどねそのルーキー取ってきたらこうもうちょっと育てるためにこうでもそんなことそんな考えあったらこんなに取ってないからそうですね、うん、でピッチャーはね、
はい、まあ、先発で言えば、うん、確定は石川でしょ、はい、佐々木朗希でしょ、三馬、うん、でしょ、はい、小島でしょ、うん、あ、メルセデスね、はい、だからあと一人だね、あと一人を、まあ、岩下なのか元前なのか二木なのか、うん、で新人の菊池なのか、うん、まあ、種市とか、うんうん、西野、あ、でも種市、まあ、西野は後ろかな、去年一緒、あとは鈴木翔太、うん、あ、そうですね、とかドライチですね、あと川村時人、うんうん、佐藤翔馬とかで勝負やな。あ、じゃあもう5人ローテーションはほぼ確ですか。もう、まあ、もう確定してるよね、うん、だからあと一人だね、はい、先発ローテーション空いてるのは一つのみで、リリーフは、まあ、守護神候補にね外国人も取ってきてるから、うん、でもまあ後ろは、まあ、小野松田、はい、小野松田東條、うん、西野、うん、小野松田東條で西野、うん、外国人、うん、まあ、5人だな、もう ほぼ格は、うん、あとはもう本当唐川にしても東にしても八木にしても、まあ、坂本国吉とか、うん、まあ、小沼横山とかはもう佐々木千早ね、これはもう勝負だね、だから5人、はい、5人と5人決まって、だから先発1人のピッチャーは大体13人とかぐらいだから、5-5決まってるから10でしょ、うん、2、3人リリーフは、だからそこ、だからまあリリーフまだあるね、うん、空いてんね、キャンプ次第ではかなりチャンスがあるんじゃないですか、うん、まあでも普通はこれぐらい空いてるからね、うん、でもあれだよ、勝利の方程式空いてるから、あ、5人だから勝利の方程式も、勝利の方程式も空いてる、5人は決まってるけど勝利の方程式空いてるチームって珍しいから、そうですね、まだカチッと決まってない、しか決まってない、だって毎年変わるからね、そうですね、もうあの毎年佐々木千早良かったけど次ない、唐川良かったけど次のシーンはいいみたいな、うん、ところだからね、ルーキーがハマるかもしれないですね、可能性も十分ある、うん、サバイバルだから方程式サバイバルだね、わ、掴んだらでかいからね、そうですね、うん、そこで固定されたら長いですね、そうだから秋も、うん、リリーフの秋も 2-3 先発1枠、うん、方程式は空いてる、はい、チャンスだね、チャンスだからピッチャーのリリーフが超チャンスだね、はい、うん、で野手はまあもうショートだな、ショート誰か、まあアドバンテージは茶谷が一番去年ね終盤頑張ったから、うん、まあ、それをどこまで活かせれるかだけども、あとはルーキーの友杉とか、うん、でももうほぼほぼ誰か埋まったらもう他全員ほぼいらなくなるけどね、そんな一箇所にいっぱいいたらもうしょうがないからね、はい、でもまあどうなるかっていうところだけ どそこら辺がサバイバルだね、うん、だからやっぱこのやっぱりやらなきゃ、このキャンプでやっぱりロッテが一番やらなきゃいけないのはやっぱその既存に出るメンバーのベースをもっと上げていかないといけないから、はい、これがやっぱり低いままだと、うん、だから多分日本代表の2の字でも誰も上がってこないじゃん野手なんて、うん、だこのキャッチャーも含めて全部ベースアップしないと多分今年も B 格なのよ、うん、ピッチャーがどんなに頑張ったりとっていう、はい、打てないからね、うん、でそこがどれだけ頑張れるかのベースアップを、だから野手陣が、うん、まあ、コーチの福浦さんを筆頭に野手陣がどこまで必死こいて練習できるかが勝負だね、うん、このキャンプね、はい、正直全ポジションサバイバルだからね、いないからこいつって言ってるだけだから、はい、今のロッテの野手のメンツで多分他の球団でも絶対試合出れるのは大井の高部と中村ぐらいちゃう、あ、まあ、それもチームによるよ、うんうん、チームにもよるけど絶対試合で出るのはこの3人だけだね、うん、で期待値で山口が、まあ、出してあげてほしいなっていうところはあるけども、だからもっとだから野手陣が振り込んでやっていかないと、はい、とあとはキャンプでやっぱ後ろの方程式を吉井さんが監督としてどこまでパチッとはめれるか、しかも吉井さんは基本的に2試合投げたら1日休むからやっぱ2ローテーションぐらいリリーフを持っとかなきゃいけないわけよ、はい、ってなると3プラス2は絶対だ、5人の勝利の方程式を組めるメンツを育成しなきゃいけないから、はい、まあ、その新外国人もそうだけどもそこをはめ込んでいけるかがキャンプオープン戦に向けて一番の注目どころになる、だからそこを 見に行った方がいい ね、 そうですね、見てる人たちがね、はい、誰が勝ち得るかね、うん、っていうところがロッテのサバイバルポジションでね、はい、はい、ということでね、うん、あの開幕に向けて誰が勝ち取るのか、はい、頑張ってほしいですね、はい。